あれ、そういえばここって福田港でいいんだったかな。フェリーターミナル一体どこに？さっきフェリーターミナルあったっけ？で、そこでなんか1本だけある桟橋の向こうからお子さん2人いるご家族連れが、ってことあれクルーザーかなんかか。冬こそ、そうか、私寒いの弱いんですよね。簡単に風邪ひいてしまう。冬場も何日間かツーリングしてると、大体もう途中で口がひび割れてきて、唇が、映像どうですか？え、止まったままずっと。これ電波だな。電波っぽいです。進みます。それかまた途中から通常配信ですかね。他の配信も私の方から見たらデータが流れてる量が少なかったんで、多分原宿開始がどうこうとかいう話でしたっけ。ここはそうですね、集落としては小さいと思います。ていうか民家あったっけ今。そこそこあるか。ああ、ちょっと奥の方に入ってたらありますね、家。黒。そうか、ずっと真っ黒か。それかトットだから見て諦めて通常配信にしますかね。どうせ途中で FML に止まってしまうんだろうし、ブツブツ変わらんかな。フレッツ解決した話はじゃあつないでから。これで流れたかな。あ、なんで転送速度これで上がるんだ。これで来ましたよね。なんでなんで。で、フレッツの問題解決したようなしてないような、ルーター交換してもらったんですけど、それでもまた何度かルーターの再起動が起きてたんで、回線の問題かな。電源とはちょっと考えづらい。AC アダプター交換まで交換した上で、それでも再起動が起きてたんで、今福田を通過してきたとこだと思いますけど、違うんだっけ？今のとこじゃないのか？今の福田港じゃなかったのか？ あ、通路は再起動してないんで大丈夫のはずですが、一応確認します。あ、今のは吉田ってとこか。福田港じゃないか。じゃあこの丘越えた向こうが福田港ですかね。音声そうですか。1日が2時間か。妙ち。映像来てない時間も結構ありますからね。映像来てれば眠くなんてならないはずですけども。でも自転車旅行の映像をずっと眺めてて飽きないってことは多分ないんですよね。途中そんなにひっきりなしイベント起きてるわけじゃないし、そうするようにも努力してないんで、なんかだから別のことしながら何かイベントが起きた時に少し見るぐらいの見方が一番多いんじゃないかと私は思ってますが、
YouTube 動画とかになるとさらにそうですね、コメントにあるやり取りももう発生しないわけだからもうちょい冬寝る時間しっかり、そうですか、トマトですか、今また止まりました、今復帰してたと思うんですけど、パソコンはできれば年末旅行ぐらいまでには入手したいですね。富士通のやつがまず多分問題なく配信できるはずで、 IBM とデルのやつ、小さいやつが配信に使えるかどうか、あとあのライブシェルプロっていう前検証したことがある機材でとの組み合わせも考えたんですけど、そうするとトータル重量が今より上がってしまう、分からなくて本当に無理しておりませんので、あ、ダメですか、映像一応確認しよう、多分電波の速度が、あ、データ転送速度が足りないだけだと思いますけどね。うん、電波っぽいです、これだと日没まで2時間ちょいか、ダウンジャケットは持ってないです、薄手のフリースを持ってきてます、いつもあのウィンドブレーカーの下に羽織る、あの重ねるために、それでも寒い時用に雨具を1枚持ってきてますけどね、雨具のジャケットで、それでも寒かったらもうどうしようもないです、どうでしょうね、ありがとうございます。私はまあ好みで言うと洋食の方が少し好きだとは思うんですけど、まあどっちも好きですけどね、魚オンリーか洋食かって言われると大体洋食を選んでますね私は煮魚定食とか の赤魚の煮魚とか、あれとご飯一緒に食うとむちゃくちゃうまいですね。フリースはかなり大きい、フリースの話ですよね。フリースは、ね、ユニクロで売ってる1000円のやつです。で、ウィンドブレーカーの下にすっぽり収まるように少し小さめのやつを買ってます。だからフリースだけ着てる状態だと短いんですけどね、重ねるように、まあ、普通サイズでも大丈夫かな、 M サイズでも牛丼は毎日は食べてないですね、なんだりゃ洋食おしゃれってどういう感覚ですかそれは、シチューですか、前菜にシチューって、孤独のグルメのテレビ版のやつに出てきましたよね、第1期頃に この辺りか、福田港ってフェリーは止まってないかな、確か姫路に行くフェリー、フェリー来てないですね、
が胃が、日本人はなんだっけ、もともと菜食系の食事が多かったから腸が長いんだったっけ、どうだったっけ、ダメだ、うろ覚えで行ってるから。コンビニは今日あの宿に行く途中ショートカットして半島の方に回らずに行ってしまえば途中でセブンに寄れます。なのでそのぐるっと回り込むか直行するかっていう分岐のところの時間によってどっちにするか考えようと思ってます。ちょっとウエストバッグが緩んできた。おっとっとっと、ノートで筆に乗らないんです今日は。明日はやっぱ岡山経由かな。でも今日泊まるところに泊まるところを考えるとこっちからこっちの方が近いような気もする。まあ岡山かな。確か岡山の方に向かっては1時間に1本ぐらいずつフェリー出てったと思うので、まだ止まってますかね。あれ今流れてるはずなのに、あ、映ってるじゃないですか、今流れてるじゃないですか。そうそう、皆さん大好きな猫がいるから今映ってれば大受けするのになと思ったんですけど、あの猫のこの距離だと逃げないですね。今日犬はどっかで見たっけ、確か見てないですね。ああ、柿の。柿、なんか、広島っぽいイメージがあるけどな、柿も。猫は。よっと。なかなか毛並みが荒い猫ですね。遅い。逃げるの遅え。逃げたというか、ちょっと離れただけですね。毛並みがなんかですね、あの人間の髪の毛みたいな感じに見える。あ、風邪ひいてる、舌出してる。今下手ってあのちょっとくしゃみしてで今舌出してます。こっち見て、こっち、ちっちっち、舌出してる舌出してる。風邪ひいてるんじゃないですかね。野良だから風邪とか致命傷になるかな。今撮ってます。動じないな、うん、ほら舌出してる舌出してる。あ、目の周りが涙というか目やになってますね。猫って風邪ひいた時ってどのぐらい影でエアなでなでですね舌を。猫の風邪っていうのは致命的なんですかね。やっぱなんか野良でそんな簡単に治るという、治らないんじゃないかと思ってしまうんで、人間ほど弱くはないんだろうけど。ああ、そう、猫に対してストレスにもなるだろうし、しまい忘れ。なぜ？あ、結構車も乗るんですね。さすが姫路行き。フィンジライダーさんは最近ツイッター見たかな。あ、いや、いや、じゃないです。え、すみません、見ただけで。やっと。街中で、あ、そうだ、延長確認しよう。今のどうですかね。飼い猫っぽくあまり見えなかったけどな。毛並みも、毛並みも
明日乗るかもしれない。でも多分明日は岡山駅かな。都の商工でうどん食って。あ、福田湖の周りいろいろありますね。お食事どころとか。姫路は私町で降りたことないんですよね。乗り換えとかで駅の名前覚えてるだけで。ここは結構、まあでも商店みたいなものあんまりないですね。メガロポリス、それ私がいつも言ってるネタですね。こういうとこはどいなかに比べればメガロポリスですよっていう言い草は。姫路、淡路島に当たるのはあれどこからだったっけ。神戸でしたよね、淡路島は。あれ神戸でよかったっけ。神戸ですよね、あそこの橋渡るところ。きびだんご、あ、そうそう、きびだんご。今日まだ使ってんのかな。なんかの景品でもらったって言ってたけど、私はもう最近単眼鏡がなくてもチェーン面ってたまに油さすぐらいですね。少し過剰にさして拭き取るぐらい。ここのとこの上りはもしかして一番きついって聞いたところかな。違うか、まだか。登ってます、登ってます。ここも製麺所だ。マルサチ製麺、あ、マルサチ麺業。ローマン教が、でも実際ローマン少し感じますよ今。iPhone の画面とか眼鏡かけたままだとあまり近くじゃ見れない。目の老化は早いって言いますからね。延長できましたね。あとは延長作業を切るかどうか。43歳はどうですかね。あの前よりは近くのものも見づらくなってます。あの禁止メガネかけた状態だとですかね。お、左見えてるあそこは、あそこはさっき走ってきたとこか。今日の宿は坂手港っていうところの近くの松風荘。素泊まりなので素泊まり4000円です。なので途中で食べていかなきゃいけないんですが、まあ最悪でもセブンイレブンに寄っていけば別に夜は食べられますね。
あと食べられなくても死にはしない。ん？役場？影のシルエットって言いましたね、今。おー、石板が。こういうのあまり見たことないな。石屋さんでも。おー。こういう状態で保存してあるんですね、立てて。薄いですね。そうそう、禁止だとですね、商店が手前に来るんだっけ、どうなんだっけ、商店が向こうになるのかな、というか商店がずれるので老眼だと余計に見づらいんですよね、近視用のメガネは。だからそのメガネ外してその上目遣いに直接目で直視で見ようとしたりするんですよね。ダスマゲドン、あれか、ゲーム的にいつのゲームだよ。ベーシックマガジンに載ってたレベルじゃないか、それ。スーパーソフトマガジンに。神戸三宮駅ジャンボフェリー笑い店か。日曜ですね、日曜夕方ですね。輪郭の中、こんにちは。なんか登ったり下ったり、この辺りなんかどっちつかず。でまた展望所だ。讃岐百景福田海岸。ここはちゃんと木が払われてる感じですね。おお、こっから150ぐらいまで確か登るんですよ、標高。なかなか。なんでここから大変そうだ、2回出てきた。あとは、パノラマでも。ん ?3 つ?なぜここから大変そうだを3回言う。やった。このカメラのパノラマ撮影は、なかなかわがままなんですよね。もっと早く動かせとか、ゆっくり動かせとか。ここからタイ。タイ。この音は、どっかの車の防犯装置が誤動作してる音?パーパーってなってます。讃岐百景。四国新聞社主催による讃岐景勝地等百選に選ばれました。ん?つながってる。あ、島ですかね。つながってるように見えます。地図だと、小島って書いてあって、うわぁ、上から見ると芋虫みたい。つながってます。ここからもしかしてアップダウンしかないってことかな。どこまで登るっていう話以前に。道のアップダウンのギザギザ具合がひどいってことですかね。串団子、あー、ここもなんか土砂をなんか持っていってるように見える。今なんていうんですかね、ああいう車、あ、車じゃない、船、でっかいクレーンと爪がついてるやつです。爪でこうワシッと掴むやつ。あー、積んでる。アップダウンクイズ、私はなんかそれ覚えてないんですよね。どういうものかは大体知ってるんだけど、見た覚えかな、リアルタイムで。この先なんか道路ぐにゃっと曲がってるとこありましたね、地図で。これは下る方か上る方か。
あ、また止まってますか。マシン。あ、上り速度。コメントは来てるんですけどね。こっちで運営コメント打ってもそれが反映されなかったりすることが多いんで。でも上り方向だけ遅いってのはあまり見たことないな。だいたい両方止まってしまうようなイメージですけど、悪い時には。なんか桜この線はすごいな。バーベナス、バーベナテ、バーベナタネラ。さから道端に石を切り出して作ったオブジェみたいなのがいくつもあります。初見のこんにちはさん、いらっしゃいませ。今映像いってないんですよね。声だけらしいですけど。あ、またあった。頻度が多すぎて写真撮る気にならない。うん、今日泊まります。あー、そうか、春節線か。そうです、そうです、ありがとうございます。港創業株式会社採石場。採石の際、砕く方の採石でしたね。登る方か。でもまた海沿いに下ってるようにも見える。映画村今日は行かないです。明日は行くかどうか、帰りの時間次第ですね。宿に着いてから明日の予定立てます。24の映画村平日やってんのかな。そもそも前は12月30日だったので、もう年内営業終了してました。あと私映画見てない。それ言ったら元の小説も読んでない。この裾折りは登る方で、あ、この先また下ってる。機材屋さん多いな。いや、メディアの方か。すぐに交換。
目で落としてもなくさないところで、台だと取れないか。よし。おっと。で、繋いで給電して。で時間で15時8分27、28、29、30。あとは配信の方はゼロ。配信開始ボタンが押されてない状態に戻ってた。あ、上がってきた。下がった、上がった。でもコメントは見えてないな。あ、また下がってきた。ちょっともう一遍つなぎ直します。もしかしたら今流れてるのかもしれないけど、コメントが見えてないか、コメントがまだ来てないのか。あ、またハングしたかな。動いた。動いたと思ったら動いてない。あ、つながった。マックの差別戻る。反応が鈍い、めちゃくちゃ鈍い。早く。全然繋がらない。先進みます。オリーブうどんだ。
干し柿。そういえば昨日の小豆食堂のおかみさんなのかな、あの人は干し柿結構今の時期はあちこちで干してるの見られますよって言われてたけど、今みたいがあまり見てきてないな。途中にちょっと干してあるの見たぐらいで、島内循環バスかな、南回り安田ストラック。降りてた先が市街地っぽいから、そこで放送枠を見てみる。坂手湖まで直行で12キロ。よし、じゃあこの辺りで。これは一旦切ってつなぎ直して、まあでもこの先また登りで切れるんだろうな。で接続。上り速度上がるか上がるか、上がらない、上がってきた、上がった、来ましたかね。あーでもまた下がった、また下がりました。切れそう、また音だけ鳴りそうです。今ですね、福田湖ですか、こっちがじゃないよな、さっき福田湖を通ってきたんだったから、ここは何らかの港町です。なんだか知らないけど、あて浜ですか、ここは。あて、これは学校じゃないのかな。ああ、当たり浜と書いてあて浜って読むんですかね。読み上げ通りでいいのかな。坂部湖、坂手湖まであと11キロとか12キロって出てました。途中150メートルぐらい登る、なんか峠の名前も確かついてた。86番札所、あたはま庵かな。当て浜でいいんですね。当て浜かも。もうあっという間に取りすぎたのかな、これで。この先多分
ああどうかな、まだ一辺下るのかな。地図見ると、ああもうこの先だいたい登っていきっぱなしですね。いやまた下ってる。この先また海岸沿いに降りるのか。また音悪いですか。マイクから IC レコーダー通して、で USB オーディオアダプターに入れて、でパソコンに伝わっているので、どこに原因があるか今一つ。あ、大丈夫ですか。なかなかなんか最後の登りに入らない。本当登って下ってばっかりですね。ここはブルートゥース。あ、今どうですかね。私は新しいタブレット PC とか買ったら試してみようとは思ってます。おお、あの瞬接線の爪の部分だけが取り外して、まあ、干してあるというとか置いてあるというのか、あれだけで立って、あれだけで置いてあるとすごいな。なんかあの糸で束ねた八角の実が、でっかい八角の実がひっくり返してあるみたいです北関東どうかとか大丈夫ですかね。なんかさっきからずっと日が当たってないです。朝、あ、ズームして見せるってことかな。もう出てしまったけど、登って下ってばっかり。日没まであとこれで1時間半ですね。直行かな、直行かな。やっぱあしたは逆方向にぐるっと回り込んでいくという手もあるけど、でも明日は隣の手島とか、あとその芸術祭の直島ってとこも行けたら行ってみたいんですよね。お風呂で、うん、まあ宿着いたら今日のとこは湯船に入れる風呂があると思うのでゆっくりします。あと1時間半ぐらいです。こっちは日暮れまで。関東の方だとあと1時間ちょいぐらいですね、はあ、確か16時半頃日が暮れるはず。こっちはそれから20何分ぐらい遅いです、あ、そう、先にかけるとこも多いですよね。地震ですか。Thank you.
54分、あ、確かこっちも同じぐらいの時刻が出てました。今この GPS で見ると、あ、16時52分ですね。どうも3回目ぐらいじゃないですか今日。かけロープウェイまで 16.5 キロ。あれでも草壁港までそんなに、草壁港とそんな離れてないはずなのにな、ロープウェイの下の方の駅は。2回目でしたっけ、昨日倒して3回目の感じは。おあ、この結構木が茂っちゃってて、あんまり見晴らしがないな。あ、淡路島見えてるのか。どれだ。見えない。淡路島となんか明石海峡大橋がここから見える風なこと看板に書いてあるんですけど、見えないな。そこはそんなきつくないです。ロープウェイ配信、ロープウェイとは関係のロープウェイの話だったら、まあ明日ロープウェイで登って時間稼ぐっていう手はあるかもしれない。ロープウェイで手取りバイク登って三角形の景色見てくるっていう。カメラ撮って、あ、今のこっからの眺めのことですかね。あの木が払われてないんで、もう景色あまり見えないですね。ここはまあちょっと休憩になった。今日一っていうのは世界一とかの一の話ですかね。じゃあ布団が吹っ飛んだ、あとボタンがぶっ飛んだ。私はボタンがぶっ飛んだ結構初めて聞いたらなかなかよくできてると思うんですよね。お、先週なんか一昨日まではこっち寒かったらしいんですけどね、先週は寒かったでしょうか。あ、大阪城石垣石切町場跡。あ、で今なんてこれ観光バスかな。おお、あれ路線バスじゃないな。ポイ捨てのその手はあなたの悪い癖。延長してないですか。目の後延長できさっき再起動したっけ、ツールを。確かその時に延長オンにしてない、ないですね確か。ありがとうございます。オン、うん、って全然データいってないですね今これ。
電波、まああまり良くないことは分かってました。緊張しましたね。よし、でも北の方はなんか思ったより景色がどうっていうよりは石切り場なんですね。この小豆島の北側っていうのはなんか石切り場のイメージしか残らなかったな。あとはところどころに割と思ったよりも大きな住宅地というか集落みたいなのがあって、あとヘリ乗り場が多いですね、やっぱ。おお。昔尾道とかでも見たことあるけど、でっかい石のてっぺんに切り出す時のくさびの跡が残ってる。アプトプト8人石かな、8人石かな。私は計画立てたのはもう木曜とか金曜日でしたからね。私もこっち来るとは思ってませんでした。ん？絶壁に公園？これなんて読むんだっけ。石彫りの町じゃなくて彫刻の町だから石彫の町で、なんかその柱の上に座ってるおばあさんなのかな、あれ。ラフがいます、ラフが。うわあ、石彫りなんですかね。屋台板今見えましたかね。あとここの廃屋がだいぶツタにやられてる。左側のあれは建物だったとこなのかな。ツタに覆われすぎてた、なんだかわからない。もう処理の町なんですかね。で天狗岩町場っていうところにトイレがあるんで、またちょっとトイレ行こうかな。ラフですね。サムフサ。おっと、じゃあここに自転車を立てかけ、大丈夫かな。でちょっとトイレ行ってきます。
て行きますか。この先どう回り、大阪城と小豆島の石切帳場について、徳川秀忠は豊臣大阪城をはるかに凌駕する新しい大阪城の築城を命じました。もう半周はしましたかね。でもこの竹林のところになんか順路があって、ジャカンカップ、テレビの前におシューマイ、なんかその石切り場のその石がゴロゴロ転がってる跡を、ま、回る順路があるみたいですね。で、刻印の入った岩ってのが結構あるらしい。さっきも大阪城の、あの石垣の石はここから切り出したぜみたいな跡地がありましたけど、ここも結構小さな集落ですね。みかんだ。ん？農産コーナー？このあと一番でかい標高差150ぐらいの登りがあって、有馬は有馬記念か、有馬記念、有馬記念の有馬って一体何のことでしょうかね。定石川、城の石の川と書いて定石川。なるほど。三コーナーって何ですか。三コーナーっていうのはどこかの業界用語ですかね。大体もう終盤に近づいたのかみたいなイメージなのかな。例えば競馬とかで、競馬とかが全部で4コーナーあって、あ、違う違う、コーナーだから曲がり角だから3回曲がってもう最後のスパートに入るみたいなところの意味なのかな。ん？ 3 コーナーが温泉？ 3 コーナー、なんだろう、途中なんか温泉はあったと思います。吉田温泉だったっけ。3コーナーが人名？右回りだから1時頃？ん？わからない。あ、有馬記念が人名か、今のは。有馬温泉。有馬、私は有馬と言ったら有馬峠かな。あそこは有馬坂川林道でよかったかな。で、名栗湖。名栗湖っていうダム湖があるところ。泊まったところにはここからだとどんぐらいあるかな。今からだともう明るい時間に着くことはできないですね、ライダーハウスだと。今日の宿だったら直行すれば明るいうちに着くかな。おすすめですね。ってほどでもないかな。お、椿だ。そしてキャンプやってる。おー、こんなとこで西端でやってるの珍しいな。合わせてでしょうね、そりゃ狙ってでしょうよ。
あれは漁船か。釣り船かな。なので、こんにちは。今日はなんかあまり電波の調子が良くないみたいです。というのと、あと途中イベントにはちょっと今日はかけてたな。そんなにイベント多くなかった。自転車旅行的に出来事が少ないのはあまり良くない。まあ、いいです、いらないです。まあ、起きたで寝たいになるけど、特に要望はしないです。色は変わってるんですけどね、派手な色のやつがないです。和風ドレッシング、あ、竹さん株式会社ってさっきどっかであの文字列見たな。なんか定期スポンサーが竹さんみたいなのをどっかでさっき見てきたような。まあ、その地元の会社なんでしょうね。あ、これ最後の登りかもしれない。岬のは今回は行かないかもしれない。明日行かないかも。リスク。それと車一緒ですよね。車の方が若干命が助かる可能性が高いぐらいで。あそこもなんかエンジェルロードみたいなのがある。細いなんかさ、サスかな、あれは。で、向こうの島がつながっているように見えます。あとあれはカモに見えるけど、カモ海で浮かんでたりするんだっけ。サラリーマンは、それは会社で働いてる人がサラリーマンだったらいますよね。何の仕事してるかまた別だけど、当然事務職の人もいるでしょう。いるでしょうね。例えば水産加工の会社とかでも事務の仕事あるだろうし。月給取り。給料泥棒か。自転車悲惨。だからって自転車旅行を否定するのはどうかと思いますね。ん？城ヶ島？あ、今の島ですか。あ、なんかあのこっちから見たら 2,3 メートルぐらいしか幅がなさそうな 砂地の道でつながってました。あれも潮の満ち引きで消えたりしそうですけどね。こっからは見えないかな。城ヶ島ありますね。三浦半島の先端ですね。にあの有料の橋を渡るところ、確かに自転車無料でしたよね。ウミネコの繁殖地。おう、
南風台、南風の台と書いて南風台って書いてありますね。ここはピンクっぽいのが植えられてて、でもさっきの島見え、あ、それか、大きな写真撮ってる。よっよいしょ、肘打ち、あ、見てないと思います。多分土地海峡ならもちろん見てきたんですけどね、トータル3回。南国っぽいですよね、これがあると。でも結構これそんなに寒いところでじゃあ育たないってことはないですよね。普通にこの辺りも寒くなるだろうし。また下ってる。ああそうか、もう一つ港があるな。立花荘、小豆島、昔は行ってたらしいですよ。小豆島と呼ばれてた時代があるっぽい記事をどこかで見ました。ウィキだったっけ。あと小豆食堂があったってことは、小豆っていう呼び方なり地名なりもあるんだろうと思います、多分。あ、ほとりに世界一の海峡に、ん、何が味がある、人が少なくてって聞こえたかな今。で、私は今日友商港の近くの大峰製麺所の、あのうどん食べさせるとこでうどん食って美味しさに感動してきました。悲しいくらい綺麗屋根の人いらっしゃいませ。もう夕日かよ、日没まであと1時間ちょい。ん、何が15回、あのうどん明日も食いたいな。また夕日がか。こんにちは。また下ってしまう。おお、結構でかいとこですね、これ。ここの町は 何の町。で、その後また向こう側にずっと登っていって、あの山の上か。サイル。お、自転車。初めて自転車で回ってる人を見たな。弱虫ペダル知ってますが、見てないです。今のは変なのは何だっけ、今の私は何に対して変なって言ったっけ。港の名前書いてないな、地図に。そう、ロディ。今2人組でしたね。あ、もうあっちまで行ったのか、早っ。はい、そう、犬からざまだったんでちょっと行きませんでした。 iPhone バッテリーピンチだったかな。朝日幼稚園ってのがあるから、ここ朝日っていう町なのかな。地図だとちょっと地名書いてないです。ここは割と大きいとこなのに。お、路線バス。空気、ああちょっとあんまり感じないですね。ん、変な自転車に抜かれたって今私が言ったんじゃないんだっけ。ん、立花、さっき立花荘っていうのがあったから立花でいいんですかね、じゃあ。多分どっかに地名が入った店名とかなんかあると思います。
商店あります。定休日朝日、朝日幼稚園の朝日とかですか。立花ですね。え、立花でいいんだっけ。今走って見えたけど立花の方だったかな。今こあのこ駐在所だか交番だかに橋か立花かどっちか書いてありました。あ、食い物買ってないです。あることあるけど、あ、これ立花でしたっけ。橋じゃないですね、これは立花川。当て浜か。まだここはん、でも宇都宮町って書いてありますけどね。待て、宇都宮町は小豆島町に吸収された、吸収というか合併して小豆島町になったところかな。神戸三宮駅ジャンボフェリー、お車4,990円。人だけだったら確か 2,3 千円ぐらいらしいんで結構安いみたいです。神戸との間。おお、これはまた今日の夕食はですね、途中何の店があるかによります。選べないと思うので、それかセブンで買った食料になります。中のあのシートの柄も統一されてますよ。で、あのシートの頭乗せるところ、ヘッドレスとか、ヘッドレスにも帽子かぶせてあります。映ってないかな。今超タイガースカーがありました。 おでんお好み屋トトロ4時9時、夕方の4時なんだろうな。この先にあるてっぺんが立花峠だったかな。この町でっかいのに地図に文字列がない。なんかトラックっぽくないタイヤだ。
ジャンボフェリー、あ、神戸の、あ、止まってた。ん、港、かっこいいです。え、今どうなってる？標高70はまだ40ちょいです。で、今 何ですかって聞かれたかな。今電波が切れてたんですかね。トンネルあります。立花トンネル。ん、これ地図もしかして、あ、ここが分岐点か。お、珍しいパターンというか、こっから右に行って上の方の道行ってぐるっと回ってくるか、こっから直行するかしかないか。このパターン初めて見たな。公衆便所これから建てますなんて表示は初めて見た。ショートカットですね。この半島一周してこようと思ったら、こっから上の方に行かないと。ジャンボフェリー、やっぱり直行ですかね。直行かな。いや、一応この先でも、トンネルから先でも分岐はあるのか。時間はあと日暮れまで1時間。ぐるっと回ってくると距離は、ショートカット方向、ちょっと待ってください。現在地がこれ、残り距離は今ここか。このあと、あと12キロぐらいですね。で、ちょっと待ってください。いや、納期。この直行したんじゃなくて、ぐるっと回っていったときにセブンイレブンのあるところまで、ん？ふたつき。あ、ほんとだ。旧道の山道。そうですね。直行するにしてもそっちを通って言い訳しようかな。泊まるところは、あの、坂手港っていうところの近くです。これをぐるっと回っていかずに、この大隅花とかの方によっぽどおすすめのビューポイントがあるんでなければ、無理して行くこともないかな。じゃあ、ちょっとトンネル通らずに上の方を登っていくことによって、ショートカットする言い訳をします。まあ、上に行こうが情報量も多そうだし、トンネル通るよりは。立花の峠までは行く。ん？延長今動いてないですか？庭。でもこのスペースですよね。この下に作るってわけでもないよな、多分。ただ上に、びっくりした。びっくりした。今肩すくめてしまった。今何が鳴った？多分あの辺りにある箱と、あの金属製のなんか層みたいなやつの平べったいところが鳴ったんじゃないかと思うんですけど、AS には止まらないです。いきなりベーンとか鳴ったんでびっくりしました。延長ですよね。延長が、表示されない。あ、出た。何が、今音聞こえませんですかね。ベーンっていきなり、なんていうか、台所で、あさって仕事です。台所で、カップ麺のお湯を捨てて、あったかい熱いお湯が流れた後にいきなりベコンとか言いますよね。ああいう感じの音がしたんですよ。びっくりしました。よし、延長今手でしました。自動働かなかったですね。とりあえず立花峠。でも立花峠まで行ったら明日こっち側に上がってくるってのはもうないよな。初コメ、初コメということかな。いらっしゃいませ。あー、でもぐるっと回ってったら、ちょっ
待てよ。そもそも反対側回ってた時にセブンイレブンまで行く時の距離は、ああ結構あるな。やっぱ直行だな。セブンイレブンのあるあたりまで宿から行こうとすると片道5キロぐらいある。あ、聞こえなかったですか。火事は多分取れると思いますよ。消えて、あ、ドラム缶かな。びっくりしました。何もないところで結構な音がしたんで。すごいの人いらっしゃいませ。今日はこれから夕食がありそうなところを通ってそこで夕食食べて、音が、そうそう、あれと同じ音がしました。トンネルの上に向かいます。今日は絶食。マフィンは食べられる、持ってるから。このドラム缶か。そう、通りたいんです。まあ、ただそれでちょっと通って直行して宿に行ってしまうともったいない気がして、あの情報、あのネタを拾い落とした感じがするんで、拾いこぼしたか。昨日よりはのり弁じゃないけど弁当でしたけどね。こんにちは。バイクがわざわざこっち来た。ゴム娘。なんとか。とりあえず通行注意らしいです。あのバイクわざわざこっちとか来て。物好きめ。330、あ、そのもんなんですか。あ、YouTube ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず自転車旅行の敷居がそんな高くないっていうのを本当は伝えたいんですよね。見逃すことに。峠ネタ的にですかね。あ、今のバイクですね。ああ、今日はもう雲が割と出てきてるから夕日もなんかぼんやりしてますね。ああ、全くですよ。なんて物好きな。それを出かけてください。プレミアム会員の方であればタイムシフト見られますから。あ、ですか。トンネルの上あたりには1個ありますね。
うん、うん、いいですよ。ファン、YouTube にあんだけ上げてれば、まとめればそれなりに価値はあるはず、何らかの。会社ですか。会社絡みはあんまりですね。会社と趣味完全に切り離してるというか、走ってる時は本気で会社のこと忘れてますから、たまに本当に忘れてて、ああそういや今日打ち合わせだったっていう日がありますけどね。特に月曜日。すいません、今いつもの自分の席にいますとか、その打ち合わせさっきから電話かかってきて行ってしまったりすることがたまにある。お客さん相手にそれやったらもうアウトですけどね。もう少しかな。V さん、なんで V さんしなきゃいけないんですか。もうすぐ。今のちょっとしたのでもやっぱ映りましたかね。じゃあコマ数は1秒間に1コマぐらいあるかな。そうか、場所にそぐわない、意外と電波あるのか、そぐわず。あれ、今の車は曲がってきたみたいだから、大隅花灯台の方から来てますね多分。確か今日時間があったら回ろうと思ってた方向だけど、人気が、人気が、どういうことかな。でこれ左に行くと半島の方ぐるっと回って宿に向かう方向で、私は途中に飯どころがあって距離が短い、こっちの方に向かいます。今度ほんの少しすぐ先が立花の峠のはず、これかな。標高150まで来なかったな。ここが立花峠。これで今日のでかい登りは終わったはず。昨日オーナーさんが自転車で走るときに一周するときにはここの登りが割ときつく感じるって言ってた。おう、ああ食事所とかありそうな感じ。さて今来てるかな、来てますかね。今映像音声は、あ、流れてますね。あそこの市街地見ると結構でかいです、これで。あそこは地名は草壁まで来たのかな、これで。
まだかな、まだ来てないな。峠から今下っていくとこで、安田っていうとこですね、あそこは。草壁港があるのはもうちょい向こうかな。今標高100ちょいまで登ってきました。で、あの辺りが安田っていうところで、セブンイレブンがあって、あと食事の店もあるかもしれないところ。お食事、小豆島らしいとかいう感じのところが好きですけど、あ、そうだ、夕方やってないんだったかな、あのオーナーさんが最大推しだったあのイートっていう店が、ダンシングがイートって店、この辺りじゃなかったかな。もし間違って今の時間までやってたら入りたいけど、そこもなんか11時スタートで昼は早く終わってしまうんじゃなかったかな。荻野目洋子、荻野目洋子、写真のサーチが時間かかる。あ、やっと夕方、じゃあな、朝焼けのとこまで来た。この辺りだ、モンタ。これだったかな、確か。違う、これじゃない、こっちでもない。これか、エアピン。あった、いいと、これだ。14時までなら食事した方はとか書いてある。あ、17時までだ、間に合う。で、場所が怖いが、ふくん、これ安田の町でいいんだっけ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。山山醤油丸金坂手湖、待てよ、坂手湖、坂手湖だから、ちょっと待って、これどこだ、草壁坂手の間、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。丸金醤油記念館の前だ。17時ですよね、リスクあるな。山椒油、なんか目印になるところないかな。あと17分、ん、まだ16時12分ですよね。うん、持ってみて誰だか、これ多分検索で引っかからないんだろうな。日暮れ、いや日暮れ大丈夫です、ショートカットするんで。あ、ショートカットしてきたんで、こっちの方に降りてきて、ラストオーダー16時半ですかね。って分かります、ちょっと待ってください。ニートで引っかかるかな、バーとしてカフェとして。地図検索で、EAT 待てた。ここまでは 3.8 キロか。ダメ元で、セブンイレブンがあるところはそれより手前なんですよね、確か。渋谷な、ちょっと待ってください。今日やってるかってのと、あと多分ラストオーダーは何時か聞いてみます。617、ああ0879826170、だからなんで、ああもう
0879、いろいろ電子機器持ち歩いてて、それに依存して走ってるからです。これでよし。終了。発信、発信、よし来た。あ、すいません、今日って営業は17時までされてるんですかね。アイスハンラストーダー、私か、あー、わかりました、すいません、はい、失礼します。 3.8 キロを15分で行こうとすると行けなくはないかな。まあ急いで行ってみるかですね。木川さん誰が時速16キロで行けば15分 4キロ行けるはずなんだけどな。アベレージ16キロで行けりゃではではだ。いやー、最初はこれ下りだから早いはず。ここでどんだけ時間稼げるかだけど、慌てすぎると危ない。16時30分50秒とかに潜り、滑り込みそうな気がする。16時半っていうのは59分まで OK なんですかね。やっぱりほとんど会社の遅刻するかどうかとかいうレベルになってる。今ゆっくり調べている時間が、でも でそもそもどこだか分からなかったしな。でアウトだったらちょっと引き返してセブンイレブン周りを探す。あと16時半に入って17時に閉まるんだったらもうゆっくり食ってられないですけどね。ちなみにそこは取材現金、取材とか配信とか現金の場所らしいので、放送はできないですけどね。もしかしたら写真も撮れないかもしれないけど、私一人で満喫してきます、耐えれれば。ん？浮き戻り。でも慌てすぎると怖いっていうのを知ってるので、あんまり急ぐとろくなことはないってことも分かってますから。4000円のコースと5000円のコースそうなんですか。でも16時半までに入れれば大丈夫ですよね。何の話？30分前、16時半に間に合えば。うん。早めの、ギリギリすぎるな。お疲れ様です。間に合わんかな、どうかな。この序盤は下りで、今速度はアベレージ20超えてるはずなんで、それでどんだけ余裕ができるかですね。値段に5000円ぐらいだったら別に。でも5000円がその30分内に食えるかどうかっていうと、まあ追い出されることはないんだろうけど、迷惑になるだろうな。そう、事故る可能性がありますね、こういう時が一番。無理してスピードは出さないようにします。5分前、つまり25分までに入らないとダメってことですか。それは無理。トンネル、あー、そうだけど、それはちょっと木村昇魂、木村昇魂とは無理。うん、塩丼コクマカロンない。今1秒ダメですかね。59秒ダメですか。
さかて、あの大阪屋食堂だったら今日は、何時までだっけ？3日前。あ、そう、確か昼の部しか基本的にやってなくて、夜の部は予約終わったらやるって言ってたんで、今日は夜の部あるんですかって聞いたらやってないそうです。急いで、あと10分、安全かつですね。ここで地図確認。今どこだ？これか。なるほど。バイトに。でも16時半まで OK って言ってる以上は、16時半に近づいたらもうダメってことはないですよね。宿で買ってですか？ミスった。予約とはどれの話ですかね。スピード感が、ちょっと厳しいか、やっぱ。淡路の女、そうそう、事故る可能性が一番高いですね、こういう時が。ちょっと出てました、見てませんでした。確認。慌てすぎ。日曜日、いや、さっき電話したから大丈夫です。こっから道を左かな。あ、待ったのよ。染めて、あ、初めてか。やった。ここから直左側に直行で道合ってます。この道沿いだ。ここであと今何キロ出てたっけ。1キロ台だったような気がする。うまくない。赤信号引っかかった。でこの辺りの醤油工場が多い辺りかな。もう金量醤油クイジ。ここ前なんか来たような気がする。金量醤油なんて名前だったっけ。醤油の匂いがものすごい。醤油工場の近くの、いびし工場の近くと育った私とは言っても、これもろみの匂いが混じってるな。醤油というか味噌っぽい匂いですね、こりゃ。あと4分。勢力そう、あと、あと950メートル。この先に豆警察署って書いてあるように見えたけど、そこのところの近くだ。いいとは。あと1キロ、あと1キロ。なんてかな。これだったら30分台にならずに、30分じゃなくて27分ぐらいに入れそうですね。
切れ。おお、今の店なんだ、一体気になるな。出すものが、あ、セブンイレブンここか、すぐ近くだ。危ないわ。うん、そこでオリーブ油。この辺り結構店あるけど、夕食で今食べられそうなとこってあんまりないですかね。待って、オーダーをもしかして16時半までにやらなきゃいかんってことかな。店に入るのがじゃなくて、だったら先に放送はもう掘り出して店に入って、でオーダーした後に放送切りに戻ってくる。やだ、せっかくこのギリギリタイミングなんで、4時半でした、先電話で聞きました。オーダー、ザンギ焼きそば定食。道でなくないですかね。オムライス、電話もうしました、私が。警察署どこだ。もうそろそろ意識が来たんじゃないですかね、わからんね。過ぎた可能性ある、確かに。もう1キロぐらい来てるような気がするんで、あ、過ぎた。いいやった。ちょっとだけ過ぎた。どこだった今、見えなかった。どこにあった。確認。18分。このすぐそこだ。この辺り。え、どこ？この辺りにマーク出てるのにな。あれ？ない。ないないない。小学校、あった、1.50m。あと1分、アップ、ああ、もうホーバーアウトだな、こりゃ。これだ。あった。とりあえず入ってオーダーしてくる。よいしょ。20秒、オーダーしてきます。目の前でやったら笑わないだろう。笑って断る。
というわけで、ですね、一応もう今注文できました。なんだっけ、ゴロゴロ野菜スープのパン付きっていうのを頼みました。ただし、やっぱり写真は撮っていいけどネットへの掲載とかは遠慮してくださいって言われたんで、ツイッターでの報告、写真報告もないです。口頭で報告するぐらいです、それぐらいですかね。いや、口頭でもまずいか、中身について喋ったら。まあ多分美味しかったっていう感想しか言えないと思うけど。じゃあ、食べてきます。あとは夜配信ですね、宿に着いてから。なのでありがとうございました。割れてる。わあ、絡んだ。じゃあちょっとお待ちください。ちゃんと折らせますから。ケーブルが。よし。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。あ、切れた。ふう。じゃあ GoPro もここで。お疲れ様です。